高周波ノイズ低減用のフェライトクランプフェライトコアノイズフィルターとはノイズを取り除くための電気回路、電子回路や装置などのこと。工場などの自動制御機器においては電源ラインから侵入するノイズによる誤動作事故を防止するために設置される。また、その機器自体の内部で発生するノイズが電源ラインに漏えいすることを防ぎ、他の機器に対して 悪影響を及ぼすことを防止する目的もある。デジタル電圧計は高感度、高精度であるが、その中でも、交流1 0 0トの補助電源回路を用いているようなタイプは、他の回路と関係を持っており、商用電源周波数あるいはその高調波成分等、様々なノイズの影響を受けることになるので、ノイズ対策が必要となり、決戦の工夫、 ガード端子の使用などと合わせてノイズフィルタが用いられることがある。音響機器を用いている場合に、家庭用電源から無線機やパルス信号などに由来するノイズが入り、スピーカーから雑音が出る場合に用いられることもある。ノイズフィルタに使われる電子部品、材料としてはコイル、コンデンサ、フェライトなどが挙げられる。電源線や電話線の高周波ノイズを除去するためには、 フェライトコアが用いられることが多い。フェライトコアはコイルが挿入されたのに近い働きをし、高い周波数成分を抑制するという性質を利用したものである。フェライトコアの内径が大きい場合は、フェライトコアに電話線を数回巻き付けると、フェライトコアの個数を増やしたのと同等の効果がある。例えば電源装置の場合、整流出力に含まれる交流成分を除去するときや、 商用電源に乗る雑音電圧を除去するときにチョークコイルが用いられることがある。チョークコイルが持つ同じインダクタンスなら低周波よりも高周波に対し周波数に比例した大きさで抵抗を示すという性質を利用したものである。例えばブラシモーターなどではブラシがコミュテーターに接続してプラスとマイナスが交互に切り替わっているがスパークが発生し これがノイズとなり、電波に干渉する場合もある。このようなノイズを取り除くためにノイズフィルタとして、コンデンサがモーターの両極に取り付けられる。ありがとうございます。